どうも安藤です。今回のテーマは私が心から本音で強いと思っている白娘重戦についてです。高難度コンテンツを一通りクリアして攻略動画を多数投稿しているとのの意見として参考になれば幸いです。今回なぜこのような動画を作ってみたかというと、最近では強すぎるあまりに私自身が使用を自粛し、限定なし攻略をメインにしているせいで、本当に強い子を動画で紹介する機会が減ってしまったことが理由です。とにかく語りたいので、語らせてください、本音。さて、最近の高難度の特徴ですが、とにかく真偽の制限がガチガチで、特に序盤のビルドアップの展開が厳しいことが多いです。決して敵のステータスが高いのではなく、あくまで真偽がきつい、ということが重要だと思います。例としてアスガルド6層やオンボス5層の射程半減とか気象費3倍など、とにかく真偽がきついです。ではそういった合戦ではどのような特徴の白娘が強いのか、それは一言で言うとコスパです。つまりは少ない気象費で質の高い多くの仕事ができる白娘、それこそが現環境で求められる白娘です。逆に、コストが高い代わりに火力が高い、みたいな大味の白娘は出番が少ないと思います。なお、今回紹介する10人からは、遺伝白娘の2人は除外しています。あの2人はあまりにも別格すぎるので。前置きが長くなっちゃいましたが、本編へ参ります。ヨドちゃん出陣。さて、まず1人目は正月平安京です。この子はもはやコスパがバグってます。バフ性能や規制産能力、攻撃性能と全てが高水準です。槍のコストでできていい仕事じゃない。これで気象飛力はあまりにも破格。持っているかどうかで世界が変わるレベルで強いです。もう本当に強い。続いて2人目、奈良花です。この子も正月平安京と同様、コスパがバグってます。弓のコストで出ていい火力じゃない。完全にバグです。強すぎです。実装当時は強いのかどうか疑問でしたが、使ってみたら最強でした。ヘレンモンさんなどで射程を持って計略をひたすらぶっ放す。これで大抵の合戦をクリアできちゃいます。使ってみたら強かったランキング、1位とさせてください。続いて、ウラサクラオジオです。ウラサクラオジオは最近になって私の中で評価がうなぎ登りに上昇している白娘です。実装当時は正直、ヘレンやモンさんと大差ないのでは、と思っていました。しかしやはり、地獄で地形一致の株、というのが本当に強い。地形一致補正はやはり正義です。地獄における火力、つまり回復力の高さが段違いです。唯一のヒーラーと言ってもいいです。あと射程が長い、真偽で半減されても遠くまで届く、これかなり重要です。地獄の真偽を伸ばしたい方におすすめしたい白娘です。4人目、聖夜鬼以上です。やはり巨大火器軽減は強かった。4代目江戸城や裏坂本城と違い根沖で発動しないのはどうなんだろう、実装時は確かに疑問に思っていました。もちろんそれがネックになることも多いのですが、やはり下部でこれができるのは強い、そう思いました。4代目江戸城や裏坂本城と比べるとやはり火器軽減以外のバフの質が高く、なんだかんだ最適解と言われると聖夜鬼以上になりがちです。あとは火ダメージ軽減 40% が未巨大化でも発動できる点で、序盤の安定感がすごいです。多分今後も評価は上がり続けると思います。5人目、絢爛橘山城です。なんだろう、もう説明しなくていいですよね。とりあえずビール、みたいなノリで初手に最大化します。高難度に必要なバフや規制算がとにかく網羅されている。しかも規制算はアルティア型。もしかしたら近々の8周年イベントで復刻するかもしれないので、持っていない方はぜひお迎えください。6人目、浦岡山城です。この子も色々とおかしいです。まずアタッカーとして最強クラスに強い。武器によっては常時防御無視 70%、そして3体マルチ攻撃。さらに1回の攻撃で3回ダメージが発生。反撃や反射は1回しか食らわない。攻撃も遅くならない。もはやずる。なんなら攻撃バフと防御無視と余ダメ上昇を味方にも付与できる、バッファーとしても強い。極めつけはポン沖でアルティア型規制算、
不審降臨だと正月4代目江戸城よりも規制参考率高い。もう意味不明。7人目は養生限定ではなく工場の塩娘です。この子もコスパがめちゃくちゃ高いです。最大化しなくても特殊攻撃で序盤から防御ゼロ化をばらまける。強い。最大化して計略を使うととにかく大破しなくなる。禁止からでも一発で全回復できる。強すぎ。この硬さで武器によって足止め略もできる。完璧。8周年交換チケット、小早川城より優先して良いまである。私が思うに小早川城の最大の強みは現状唯一の平山と水の星7人会であることなので、他が実装されたら小早川城じゃなくても良いと思っている。今すぐに強いのは小早川城だけど、価値が長続きするのは養生だと思っています。8人目、浦真田丸です。工場どころかまさかの常設交換所で配布の塩娘です。間違いなく史上最強の配布キャラ。大抵のガチャ星7より強いです。まず硬すぎる。本を期した時点で足止めと耐久が増えてよだめ低下も発動。強すぎ。地獄だとさらに地形一致補正も乗ります。地形一致補正は正義です。何より配布なので貫突レベルまが容易にできます。今すぐにレベル125にしてください。最強です。最近の地獄では敵の状態異常耐性がガバガバなので意外と火傷が通りやすい。火傷が通るならアタッカーとしても普通に強い。マーチングドラム持ってみ。飛ぶぞ。9人目、浦長道場です。白黒最大の禁止キャラ。あまりにも強すぎるため動画で使えないキャラランキング1位です。カマボムキャラも増えましたが、唯一ポン置きで再配置短縮できます。これがあまりにも強すぎる。そして大破特技の移動速度ゼロ化の実攻撃も何もかもが強すぎる。運用には再配置短縮施設が必須です。本音で言います。必須です。今ならまだ間に合うので、持っていなければ優勝ステップガチャを1回だけ回しましょう。1400円くらいです。10人目、最後に正月4代目江戸城です。言うまでもなく強いです。最強です。性能としては小早川城を二回りくらい強くした性能、ほぼ上位互換と言っていいかな。本置きの寄贈価 70% があまりにも強いです。コブ効果も2倍です。最強です。射程バフが加算型なので小早川城と違って味方と競合しません。最強です。正月平安京都のシナジー、最強です。解説は以上です。ヨドちゃん出陣。今回の内容はいかがだったでしょうか。少しでも参考になったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。